ちはということで今回ですね、こちら見てください、横田林業さんの横田さんのフルカスタムの NSR にゃんこじゃると、私おなじみのねNSR にゃんこじゃの MC21、 こちらはまあ言ったらライトチューンのこの NSR、 今回ですね何をするかと言いますと、横田さんのこのフルカスタムの NSR と私のこの NSR の徹底比較を今回したいと思います。これ横田さんめちゃくちゃカスタムされてますよね、この NSR。 そうだね、これはフルカスタムって言えるんじゃないですよね。これがもうここまで作ったんだから、もうホンダ製じゃなくて横田製だろっていうんだねまず横田にしてるぐらいだから。なるほど、これでその横田さんのこのオリジナルカラーリングみたいな感じで、そう言っても過言ではない一大レベルでカスタムされてるこの MC28 と、まあ私はこのオリジナル感あふれるというか昭和な時代の子供の家のようなあですねそれでは横田さんと一緒にこの2台見ていきましょう。デュエル開始ということで、横田さん、この NSR の徹底比較ということでですね、まず見てもらうと分かる通り、この NSR にゃんこじゃるの MC21 と MC28 がありますが、同じような NSR でもまた全然違うんですもんね。そうだね、まずはだから MC21、 1990年から93年の4年間製造されてたモデル、特徴的なのはまあ普通にへの字のガルアームって言われてる。そうですね、このスイングアームがアルミでへの字に曲がってるんですもんね。特徴的かなっていう、一番 NSR で台数が今でも残ってる一番オーソドックスな NSR と言ってもいいですね。そうだね、こちらが MC28 はヨウさんの MC28、 今年の94年から96年までスタンダード SESP っていう3グレード、はい、製造されてたモデルですよね。まあ、28の場合はね、あのスタンダードっていう一番グレードの低いモデルは94年の1年間だけでしか作られてなくて、まあ、結局あんまり売れないよねっていうんで、95年からは SESP モデル、ああもう限定車みたいなモデルのみ販売になったんですね。でレクソルまで来られて、翌年の97年からは SE のみの継続販売、はい、そうだったんですよね。99年をもって生産終了。あMC16から言うと本当もう15年ぐらい販売されていた。あれ面白いよね、 NSR って言われるとどうしても88からって言われがちっていうか21あのガルアームに対して、まあ最大の特徴はプロアーム、これですね、うん、やっぱ肩持ちスイングアーム、おお左側のみの肩持ちのスイングアームになってますね。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、はい、インキがないんだよね。あれですよね、ヨガさんはカスタムしてますけど、ここにカードが、カードキーが、おお鍵なんだよね、このメカニカルキーではなくてこのカードが鍵。そう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 、まあ、ちなみに言っとくけど、この HRC はなんちゃってだから。あ、そうなんですねただのステッカーチューンで、ただのノーマルカード。ああ、一応これヨガさんのはノーマルカード。 HRC カードコード使用禁止やろうかとかって言われちゃうけどほら P056 だから、これ面白いですよね。これヨガさんの存在しないオリジナルカードキーみたいな。そうそうそう、これを意識して、あーこれもオリジナルのメカニカル機。これはタンクだったりとか開けるときに使うんですか。あ、そう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 、この辺がだからちょっとね時代を感じさせるよね確かに今の現行モデルだったらもうもはや鍵なくても、これはなんかボタンで開きそうだよな。そうですよね最大の特徴であるこのプロアームとこのカードキー、男心をくすぐりますよね。こうやって刺すと免許がオンになるというハンドルロックも結局切ってトークレバーとハンドル、これ意外と知らない、 NSR 乗ってる人でも知らない人多いよね。あ、そうですね、 MC28 はハンドルロックも、これがハンドルロックなんだよね。これだけでもうハンドルがロックされて、これ解除する場合はどうするんですか。例のカードキーを、カードキーをまた刺すだけ。これはもうもはや最新バイクのような本当機構がついてるんですね。液晶メーターにプロアームにハンドルロック、カードキー詰め込める技術が、これは倒立になっちゃってるけど、もともとはもうアパート同じこの成立のフロントフォークだったんだけど、フロントフォークもですね、ミレニアムモデルみたいな感じで最後作られたって言われてる28なのに、なぜ最後倒立にしなかった確かにまずはそのフロント周りから、足回りから見ていきたいんですけど、 NSR の純正は成立フォークになってますね。これ横田さんにこれ磨いていただいたんで、アウターチューブまでピカピカですよ。 NSR はもう全年式通して全部成立が標準装備なんですよね。対してこの横田さんのこちらはこれ
倒立フォークになってますけど、これただの倒立フォークじゃないですもんね。倒立は倒立だけどね。いやしかしやっぱりあの RVF だったり VFR の流用してアキシャルマウントキャリパーだったりとかで倒立フォークにされる方多いですか。ヨウさんのこれはラジアルマウントのブレンボのキャリパーがついてますよ。しかもディスク系もめちゃくちゃ大型化されています。私の見てみるとやっぱり小型なディスク系なんですけど、でかいですね。ノーマルがね 276mm っていう大きさに対して、このフォークを使うにあたってここが決まっちゃってるからね、この距離が。あーなるほど。普通にやったらもう320回、276mm から320に変えないと本当は辻褄が合わないのを、まあ、ちょっと加工して、ライブに320だとでかすぎるし、え確かにこれは310、あ、310mm のディスクに。いや、でもそれにしても、制動力は半端なさそうですね。だから、制動力がすごすぎて、グレードの低いブレーキパッドを今使ってる。ああ、そうなんですね。そしてこれ、ホイールも見てもらうと、これアドバンテージエグザクトのホイールに変更になってますよね。そうだね。こういうホイールだったりとかもやっていて、フロントの足回りからも、あの、この、違いが明確に分かれるという私は横田さんにこれ変えていただいたんで、ディスクはこのサンスターのプレミアムレーシングだっていて、しかもレインボーですからね、かっけーそしてこのアッパーカウル、これからもまた違いますが、この純正のアッパーカウルはやっぱりこの NSR 特有というか、このナックルガードがこうエラが張り出してるような感じからの純正のアンダーになってますね。対してこの横田さんのはこれアッパーカウルからもう全然違う、そしてこのサイドカウルも一体型みたいな感じになっていて、先ほど言ってた通りロスマンズ横田になってますよね。すげえ。これ塗装はちなみにプロの方にお願いされたんですか。俺が塗ったから。そんなこれオリジナルで塗装してるの、これやばすぎますね。これ横田さんしっかりフロントのマスターもブレンボのマスターレーシングマスターに変えてますね。普通の RCS とも違うレーシングになってますよ。もちろんトップブリッジだったりとかも純正とはまた違う。純正なのはもうフレームとツインガムとエンジンぐらいじゃない。いやってぐらいカスタムされてるんですよね。私はこのやっぱりノーマルなこのトップブリッジだったりとかハンドル周りメーター周りだったりとかもやっぱりノーマル。最大のカスタムがあるじゃん。お、最大ですか。これだよ。あルビーちゃん僕だけのアイデンティティですね。あれなんだ、ルビーちゃんちょ目線が合うように向き変えたんだ。そうなんですよ。乗ってる時にこうルビーちゃんとか見られるように。そこ向いてたもんね。そうですね。うちのデモ車っていうこともあって、今本田さんが NSR を作ったらこんな感じになるかなみたいな感じ、うん、NSR っぽくなく作ろうと思ってね。すごいですよね。このシートカウルだったりとかもシャキーンと尖っていて、目を引くのがやっぱりこれですよね。オーリンズの TTX がインストールされているという。そうだね、 NSR 言わないからないですもんね。 G センスさんっていう、まあ、オーリンズ屋さんだよね。特注でワンオフのリアショック。ウォーリンズと TTX をワンオフするなんて信じられませんね。そしてそしてそのまま下がっていくと、これ右に本出しのこれはセブンシーチャンバーというかなりレアなチャンバーがついてますね。当時2年くらいしか作ってなかったかな。あ、日本に確か60セットないんじゃなかった。そんなにレアなんですね。そしてこれ一番の特徴であるプロアームになってますね。普通のガルアームとプロアームでやっぱりこう乗り味も違うみたいに言われますけど、実際どうなんですか。本音を言うと、はい、街乗りレベルじゃ分からない。あ、やっぱり意外ともう分からないんですね。サーキットですので同じ日に同じコースで乗り比べたら明確にやっぱり違いは出るんだろうけど、はい、街乗りレベルで気にするレベルじゃないかな。やっぱりそこまでの違いはないんですね。一説によるとプロアームはそもそも耐久レースでタイヤ交換を他にできるかっていうので開発されたっていうから、だからそうですよね。あの VFR、RVF っていうのはマフラーが左だし、まさに耐久レースでこのまま横からゴトッとホイールが取れるように、センターロックなんてこれを緩めるだけでもポンポンって交換できる、簡単に。それが最大の利点なのにね、このチャンバーが邪魔で取れない。むしろガルアームの方がな。確かに。もはやチャンバーすらも取らないと取れなくなってしまっているんですが、しかしやっぱりこの見た目はめちゃくちゃかっこいいですね。そしてこれ最大の特徴 MC21 はこちらスイングアームが
ガルアームと呼ばれるこのへの字に曲がったスイングアームに変更になってるんですよね。チャンバーを理想の形にすると、はい、一番太いところが膨張室、うん、どうしてもこの辺に来ちゃう。だから従来のこうストレートなスイングアームだと結局ここからここだから思いっきり当たるんだよね。なるほど。一回上に上げて下げてここに空間を作って逃がす。だからチャンバーを寄せれる。そういうパターンですね。チャンバーのもはや逃がし口のような感じで 88NSR なんてノーマルのカールがここにポコってチャンバーの逃がしの膨らみがあるんだけども、はい、そこ地面にめちゃくちゃするもん、ね、ああそうなんですね。そして私はこのモトアップさんのチタンチャンバー、横田さんとこうお揃いでセブンシーさんのステッカーも貼らせてはいただいてるんですけど、これはモトアップさんのチタンのチャンバーになってますね。まさにこのライトチューンな NSR ともうほんとフルチューンな横田さんの NSR、 これ横田さんのフルカスタムの NSR と僕のこの純正、まあ、ライトチューンNSR 比較しましたけど、横田さんこれバイク屋さん的に販売とかになってくるとどっちの方が売りやすいみたいなとかってあるんですか？あの売りやすいのはやっぱりノーマルなんじゃない？あ、やっぱり売りやすい方はこっちで。っていうのも良くも悪くもカスタムやオートバイだと好みがね、自分のセンスで改造の仕方もピンキリ。やっぱり人によってこう分かれますよね。もうオートバイとしてまず見られない可能性もあるじゃん。ああ、もうもはや適合品ではないものをつけているから、買い取る側からしてみたらスタートにトラブルになってほしくないし、まあ、吟味するのも大変だと思うのね。なるほど、確かにそうですよね。このパーツはどうなんだろう、これはどこのどれなんだろうみたいな、カスタムの好き嫌いだったりとかも分かれますもんね。そういうのはって結局だから売りづらいんで。ああなるほど、フルカスタムとライトチューン、この売りやすさだったりとかもバイク屋さん目線から見ても分からなかったりするじゃないですか。まさかまさかそうなんです。これライトチューンフルカスタム関係なしにスマホで簡単にバイクの売買ができるカチ X さんというサービスが、ゆこさんご存知ですか？オートバイの査定がめちゃくちゃ簡単に、もちろんまあ無料でできて、写真を撮るだけで簡単に査定ができるんですよね。フルカスタムの NSR だったりとかも本当に写真を3ステップ必要事項を入力するだけで簡単に査定ができて、自分のオートバイのまあ言ったら価値がわかる。だからカチ X、 僕すごいやっぱ苦い思い出があって、キャビーナ90というオートバイを私持ってたんですね。でもこう焼き付いちゃって、でやどうしようかなって言った時に、あの某バイク屋さんをお電話で呼んで、やっぱりこう無料で持って行ったんですよね。あ、これはちょっと値段がつけられませんみたいな感じで。カチ X さんだったらオートバイの会社が300社以上参加しているんで、例えば10万円だったな20万円だったなって納得いかないと思ったら、そのバイク屋さんにちょっともうちょっと値段上げてくれませんかっていうのを代理でやってくれるんですよ。これめちゃくちゃ良くないですか？まあだからそう考えると買取業者だったりとかって呼んだら、まあ服ちゃんとこう着替えてちゃんとこう時間で対応して、これいくらですかこれいくらですかって対応もめんどくさいじゃないですか。スマホ1台あれば簡単に査定できるんで、家でパジャマでいてもできちゃうんですよもうパジャマで寝ながらオールドバイクいくらかなみたいな。家でパジャマで過ごした経験がない自分の愛車の本当に価値を知っておくっていうのはやっぱりそれ大事ですよね。乗り物の価値を知っておけば新しくオートバイを購入する時もすごく使いやすいですし。これもこれ115万。115万以下のオートバイだったらもうこれポイって売れば買い替えられるっていうこれはちょっと買い替えるにはもったいないかもしれないっていうあとこれって馬力が NSR の MC28 って40馬力まで落ちてるんですよね。こっちが45馬力だったんですけど、乗っていてこんだけカスタムされてても明確な差はありますか？急になんか真面目な話に戻った。そうですね、急に結局エンジンは全く同じものなの。お、そうだったんですね。 NSR のエンジンは変わってないってことは、45馬力なんて簡単に出ちゃうぐらいのポテンシャルのあるエンジンをリミッターって呼ばれるもので40馬力に落としてるのね。なるほど、制御されてるんですね。あとはノーマルのチャンバーに限って排気効率を落とすために絞りが入ってる。ああ、 MC28 は、まあ、マフラーが言ったら塞がれてるような感じなんですね。車外チャンバーに変えちゃえばまずはその排気効率は21と同じもしくは21以上になるし、 MC21 でも MC28 でも本当に同じイコールコンディション並みのパワーは出せる。 NSR っていうシリーズを比べてもこんだけ差があるというものになってるんですね。とりあえず今回俺の FX が売られなくてよかった。ああ確かに完成したばっかりの FX をそうですね確かにカチ X さんのこのサービスは車台の相場だったりとかももちろん見れますし、自分の愛車が本当にいくらになってオートバイ売るっていうのがもう革命に変わるような、まさにそんなサービスなんですよね。ちょっとなんかあんないのっていう最後の一交渉もできるってことですか？そうなんですよ、これもカチ X さんが代わりに無料でやってくれますからね。僕とかもやっぱりちょっと気が弱くて、あのキャビーナとか無料なんですけどって言われた時、無料でも
ちょっとせめて1万でも2万でもとかって言いたかったんですけど、あーや、もういいっすよみたいな感じで、やっぱ言っちゃったんですよね、無料で持ってってくださいって。全部めんどくさいことはね、業者さんがやってくれるわけだし。そうなんですよね。最強の買取サービス、そんな価値 X さん、概要欄にまあリンク貼ってるんで、ほんと、めちゃくちゃ簡単に使えるんで、ぜひぜひ皆さん、試しに使ってみっかぐらいの勢いで使ってみてください。そして、私のこの NSR のこのカラーリングも、これ横田林業さんに、もうすぐ、ウィナーズワンというですね、カラーリングに変えてもらうからですね。楽しみすぎますね。あれだけやっぱ綺麗な外装をつけるにはもうそれ以外もちょっとね、そもそも確かにうちでもうやってから4万5千キロ走っちゃってんだから。そうなんですよ。フォークもオーバーホールしてあります、セドベアリングもオーバーホールしてありますって言えないから。確かに、あの4万5千キロ前にやりました。本当に確かにオーバーホールしたとは言えないですよね。これが本当にもう大人の NSR っていうのを作ってやる。僕はじゃあちょっと大人の階段登ってしまうということですね。そして皆さんもですね、やっぱオートバイ売ってみたりとか、新しいオートバイで新年デビューされてみてください。今回はですね、まあ、カチ X さんのご提供でこの NSR のこの MC2128 の比較を行いました。また私たちにですね、比較してほしい車両だったりとか何かあれば、ぜひぜひそれもコメント欄に書いてください。そしてカチ X さん、ぜひ皆さん使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方はこちらからチャンネル登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこの前、今からお前ん家に行くからな。